アルフレッド・シスレーはフランス生まれのイギリス人の画家。洪水と小舟1876オルセイ美術館・シスレーは1839年10月30日、裕福なイギリス人の両親の元パリに生まれた。父親、ウィリアム・シスレーは絹を扱う貿易商で4人兄弟の末っ子だった。1857年18歳の時に、 ロンドンに移りおじのもとでビジネスを学ぶが、商業よりも美術に関心を持ちターナーや、コンスタンブル等の作品に触れた。4年後中断して、パリに戻り、フレデリック・バジールの勧めで、マルク・シャルル・ガブリエル・グレールのアトリエで学び、クロード・モネ、ピエール・オーギュストル・ノワールらと出会う。彼らは共に、スタジオデイを描くことより子いで、風景画を制作することを選んだ。このため、 彼らの作品は当時の人々が見慣れていたものより色彩豊かで大胆であったため展示されたり売れることはあまりなかった。彼らの作品は当時のサロンの審査員からは受け入れられなかった。1860年代、失礼は父親の援助により他の画家たちよりは経済的に恵まれた立場あった。当時は特にルノワールと親しくルノワールは 失礼の父親や失礼と恋人の肖像画等を描き、前者を1866年のサロンに出品している。1866年、失礼はパリに住むブレトン人、ウジェニー・レクーゼクト交際を始める。二人の間には息子ピエールと娘ジャンヌが生まれた。当時失礼はアブニュード・クリシー近くに住んでおり、 パリ在住の画家の多くが集まるカフェ・ギルボアの常連ともなっていた。1868年、失礼の作品はサロンに出展され入選を果たすが、あまり評価されなかった。1870年、夫婦戦争を勃発し、ブージバルに住んでいた失礼は敵兵によりや、財産を失い、翌年には、父が破産、経済的必要を満たすために作品を売るしかなくなる。しかし、 失礼の作品はなかなか売れず、以後彼は死ぬまで困窮した中で生活することになる。1871年、パリコミューンを避け、ルーブシェンヌにほど近いボワザンへ移住。その後、アルジャントゥイユ、ブージバル、ボールマルにも移住。経済的混乱もあったが、後援者の助けもあり何度か、イギリスに短い旅をしている。最初の機会は1874年で、 第一回印象派展の後に、熱心な収集家で著名なオペラ歌手であった、ジャンバティスト・フォールの招きにより、イギリスに滞在している。失礼は、ロンドン滞在中、テムズ川上流のモレジーで20近くの作品を制作した。1875年には、モネ、ルノワール、ベルトモリゾと共に、水彩画、油彩画の即売会を開催する。1880年代に、 パリの東南方、セーヌ川の支流の一つであるロワン川沿いに活動の拠点を移した。1881年には再びイギリスを訪れている。1889年にはモレシュルロワンに移住。1893年よりモレシュルロワンのノートルダム教会を連作で14点描いた。1897年にはパートナーのウジェニーと共に再びイギリスを訪れ。 8月5日には、カーディフで婚姻届を提出した。二人は、カーディフ近郊のペナースに滞在し、シスレーは少なくとも6枚の油彩画を制作した。8月中旬には、ガウアー半島のラングランドベイのホテルに移り、少なくとも11枚の油彩画を制作した。10月に、フランスに戻っており、この旅が祖国を訪れた最後になった。 カーディフ国立美術館にはこの時の作品が所蔵されている。その後、シスレーはフランスの市民権を得ようと申請するが却下された。二度目の申請時には病気が原因で却下されたという。シスレーは1899年1月29日、モレシュルロワンにて喉頭がんのため死去した。妻がガで亡くなった数ヶ月後のことで、二人は モレシュルロワンの墓地に埋葬された。シスレイの900点近い油彩作品の内大部分はパリ周辺の風景を題材にした穏やかな風景画で人物、室内画、生物といった他のジャンルはすべて合わせてもおそらく20点に満たない。他の印象派の画家の多くが後に印象派の技法を離れた中で、シスレイは終始一貫印象派画法を保ち続け、 最も典型的な印象派の画家と言える。1900年頃、アンディ・マティスがカミリュ・ピサロに会った際、マティスが典型的な印象派の画家は誰か、と尋ねると、ピサロは失礼だと答えたという、ありがとうございます。